ボートが。すごい高い。あれが車でしょ。前に運転してる方にすみません。大変申し訳ございません。この日曜日後ろに。今日は中村総務部の中村です。皆さん聞こえますか？耳を澄ませば5月なのに聞き慣れている。この大自然の中でこれから陸上自衛隊の災害派遣を決めました動態検証に協力いたします。また危険の時にも申し上げたんですけども、全国150ある市村の中で一番小さな市村が陸、空、海を使った大規模のスケールの更新を今から皆さんにご披露いたします。しかやりませんので、手を離さないように最後までご参加いただけたらと思います。それではこれから開始いたします。ご理解と災害に対する不安の軽減にお役立ていただければ幸いです。Thank you.
ます。